商人の馬車が。商人が一人でベレンを通ろうとしたのか。いくらなんでも無謀すぎる。食い残しだ。この肉はカトブレバスのか。どんな呪文に使うのか。未開封か。魔法に関するものではないな。キーラはこれをどう説明する気だ。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。これを手に入れた。君が欲しがってたものだ。すごい。これでやっと二重樹木根様式の研究ができるわ。でもその前に温めたワインで乾杯か。馬車の積み荷を見たぞ。最上の肉、高級ワイン、ゼリカニアさんの香辛料。魔法には関係ないものだ。何を企んでるんだ。話すより見せた方が早いわ。でもちょっと待ってね。ぜひ見たいね。いいさ、待とう。じゃあほら外へ出て。もっと楽な格好に着替えるのか。後でね。慌てないで。さあ早く外へ出て。待っててくれたのね。ありがとう。もうすぐよ。白いネズミなど酔っ払えばいつでも見られるが。もうすぐって言ったでしょ。邪魔しないで。バイカン、ルビンカイフィ。三匹目のネズミはどうなった。あの呪文は3回に2回の割合でしか成功しないの。だから材料を多めに用意するの。念のためにね。じゃああの一匹はどこへ。ちゃんと説明してくれないか。シンデレラのお話を知ってる。ああ、元になった実話もな。城の池に突然現れたズーグルがシンデレラ姫を丸ごと食ったんだ。残ったのは片方の靴だけで。やめて、ズーグルの話はいいの。おとぎ話に戻るわよ。私この不気味な沼地から一晩だけ抜け出したいの。魔法使いのおばあさんはいらない。自分で魔法をかけられるから。だけど王子様がいないとね。ベレンで探すならあなたしかいない。どう、月夜に馬の背に揺られて素敵な夕食を楽しまない。それはいいな。断る気がしないほど魅力的な提案だ。出発の前にもう一つだけ。ああ、かぼちゃを馬車に変えるのか。違うわ。私たちの着てるボロ布を華やかな服に変えるの。嫌な顔しないで。ただの幻よ。痛くも痒くもないし、夜明けとともに全部元通り。いいだろう。やるならとことんやろう。じゃあじっとしてて。グベンダグラン。さあどう、襟のラインが地味だった。ちょうどいいな。あなたの髪の色も変えればよかったかも。黒い髪の男が好みなのよね。まあいいわ、贅沢言ってる場合じゃないし。行きましょう。ディナーが待ってるわ。ビリの人は皿洗いね。もっと早く。
く。おいシンデレラ、調子に乗ると怪我するぞ。遅いわよ、捕まえてみて。おめでとう、立派な騎手になれるわね。あと少しだけ背が低くて軽かったらな。そうね、でもそうだったら食事に誘ってないわ。どうしてあの材料が必要だったか分かった？シナモンが効いた牛肉、ローストチキンとエシャロット、苦労の甲斐はあったな。白ワイン、それか辛口の赤を十分空気に触れさせてからだ。あら、あなたがワイン通だとは思わなかった。ウィッチャーはドラウナーの髄液をすすって池の水を飲んでるとでも。まあね。さて、おしゃべりしててもお腹は膨れないわ。食べましょう。結構な額がかかってるだろう。少しも払わなくていいのか？やめてよ、卵やおんどりはすぐ手に入るんだから。それに懐が温かくなる予定もあるし。気になるな、これは何かのお祝いなのか？そう、普通の生活に戻るの。でもそれはいいの、もう一度お礼を言わせて。ゲラルト、塔ではすごい活躍だったわ。本当に助かった。呪いを解いたのは初めてじゃない。でもすごく難しかったでしょ。あの島で起きたことは思い出しただけで震えちゃう。それにあの研究室全部燃やし尽くせていたらいいんだけど、死体や書類も。さて本題に入ろうか。何のこと？セックスだ。だからここに来たんだろ。ワインには詳しくてもこっちの方はガサツなのね。最高だわ、ベッドでは下品な方が楽しめるもの。じゃあ目を閉じて10数えてね。1、2、3、4。なあもういいだろう。キーラ、かくれんぼか？探してやるよ。スカート、かくれんぼなのに隠す気がないな。よし、留め具を外す手間が省けた。残念だな、靴は履いたままがよかった。シンデレラはどこへ行ったんだ？見つかっちゃった。やるわね。商品は何だ？何も持ってないけど、何をあげようかな。あの星座、ゼリカニアではなんて呼ぶか知ってる？確かドラゴンなんとかだ。他の名前があるの。ちょっといやらしい名前。教えてあげるから耳を貸して。エグマンナブル。キーラ、どこだ？呪文で俺を眠らせたのか。何か企んでるな。ファイクとあの塔か。